チャンネルクラロをご覧の皆様、こんにちは。今回は初登場ですね、自民党衆議院議員小倉政信先生のお話を聞こうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはですね、 EBPM ということで、まあ、横文字で一体何なんだ、聞き慣れない方がほとんど全てではないかと思いますけど、 EBPM っていうのはエビデンスベースドポリシーメイキング、うん、一言で言うと証拠に基づいて政策を立案しろということですよね、というお話をお聞きしたいと思うんですけど、まあ、こちらの本ですね、ぜひ、まあ、中央厚労新社から、昨年ですね、はい、出版されまして、で、まあ、大変徹底的に実務と学術に基づいて、それこそもう証拠に基づいた本っていうふうな印象を持ちましたけれど、でもやっぱり横文字っていうと、ものすごいとつきにくいと思うんですよ。そういう人こそ112ページを読んでください。ナッジとは何かって出てくるんですけど、ナッジって言われてパッと思いつく人いると思わないんですけど、男性だったらあれかと、うん、まず思いますね。そういう身近なところに政治ってあるんだな、政策ってあるんだなということで、うん、ナッジの説明はもうしませんので買ってください。ありがとうございます。本の宣伝をいただきましたね。ということでですね、はい、もう私全くの素人なんで渡先生お任せします。もう今倉山先生の方からこちら EBPM とは何かという本をの、まあ、触りについてお話あったんですけども、議員の先生が、政策評価についての本を書いたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思うんですね、うん、国会議員の方が、で、いわゆる研究者であるとか、うん、行政の職員の人もしくは外国の人が、うん、書いた本っていうのは結構日本でもあるんですね、うんうん、でそれを議員の方の目線で書いたっていうのが、まあ、この本の最大の特徴かなというふうに思ってまして、で、今日はその、小倉先生がお話を伺えるっていうのは非常に嬉しいなと思ってるんですけれども、もうとはいってもまず EBPM とは何でしょうかというところからお話をお願いできればと思います。はい、はい、ありがとうございます。まさにですね、 EBPM って何ですかって私もここの数年ずっと取り組んでますけど、言われることが非常に多いんですね。そのまずきちんと説明しないと、 EBPM って概念自体がですね、人によってもバラバラになっちゃうんですよ。だからそこはやっぱりちょっと整理したいなと思って、この本を記したことがまあありますんで、まあ、そこちゃんと説明したいなと思ってます。で、証拠に基づく政策立案というと、まあ、そんなまず当たり前じゃないかって言われるわけですよね。証拠に基づかない政策立案、まあ、意外とあるんですけど、ただでも原理原則で言えば証拠に基づいて当たり前だよねっていうのはあるんです。じゃあこの、まあ、証拠ってなんだって話になるんですよ。でこれね、政治家もすごく誤解してる人が多くて、で例えばですよ、その公文書改ざんとかいう話が国会で議論になると、まあ、政府だって EBPM って言ってるじゃないですかと、その E のエビデンスを大切にするためにはちゃんと公文書を残すっていうのが必要なんですよっていうふうにおっしゃる人いるんですけど、我々が EBPM でいう E っていうのはそういう意味じゃないんですね。このエビデンス自体にさまざまな種類があって、さまざまな強度、確からしさがあるっていうことをまず我々は言ってるわけです。でこの政治の世界って結構その政治行政もそうですけど、エピソードベースになりがちなんですよ。偉いこの人が言ってるからこうなんだとか、業界団体にヒアリングをしてみんなこう言ってるからこうなんだっていうふうな、そういうことを論拠にして政策が進められてしまうことあるんですけど、この EBPM の世界では誰かに聞いてこうだったっていうのは一番信頼性の低いエビデンスなんですよ。でそのエビデンスにもいろいろな種類がありまして、まあ、例えばその、まあ、いろんなデータを回帰分析をして、でそれがまあ有意かどうかを説明した、まあ、そういうデータもあれば、まあ、その RD デザインっていって、たまたまその自然実験に近しいようなものになっているものを捕らまえて、そのどちらの政策がよりベターかを考えるやり方もあれば、まあ、これ RCT って言ってるんですけど、まあ、ランダム化比較実験って言ってるんですけど、まあ、自然科学の実験と同じように完全にグループを分けて、そのあるグループには政策を実施するけれども、あるグループには政策を実施しない、でこのグループはランダムで同質な集団だってことを前提にしてやって、本当に政策効果があるのかっていうのを測っているエビデンスマンですね。まあこれ言葉で説明、抽象的に説明すると難しいので、まあ、簡単な話で言えば、まあ、よく例えばそのタブレットを
その子どもに持たせて勉強してどれぐらい学習効果があるのかって測った時に、あるそのクラスの集団にそのタブレットを渡して、あるクラスの集団には渡さないで、渡した集団が渡さない集団よりもどれぐらいその試験の成績が伸びたのかっていうのを測ってこそ初めてタブレットを渡した、まあ、効果があるんですね。これ気をつけなきゃいけないのは、例えばですよ、そのタブレットを購入して学生に配っている地域が、そのものすごいその豊かな地域で、豊かな地域だからその自治体の予算がすごく有り余っていて、まあ、だからこそタブレットを持っているというような小学校と、まあ、なかなかその豊かじゃなくてタブレットを買う余裕がない、まあ、そういう小学校と比べて、じゃあそのタブレットを持ってない小学校よりも持っている小学校の方が学力が高いからタブレットって意味あるよねっていうのは、これ EBPM で言えば間違いなんですよ。なんで間違いかっていうと、もしかしたらそのタブレットを持っている学生の学力が高いのはタブレットを持っているからじゃなくて、その地域がすごく豊かで、で親の所得が高いと、まあ、この学力が高いっていう、そういう相関関係があるので、もしかしたらタブレットを持っていることじゃなくて、その地域が豊かで親の所得が高くていろんな教育機会に恵まれているから実は子どもの学力が高いんだっていう可能性もあり得るわけですよ。だそういうその様々な原因を除くためには、完全に実験のように同質の集団に対して政策を実施するしないっていうふうに分けた方が、まあ、より政策効果が測れるっていうんですね。まあ、ただこれすごく気をつけなきゃいけないのは、まあ、そうするとある種の生徒を、まあ、差別しちゃうことになるので、まあ、なかなかやりにくいところあるんですよ。でこれ一つ先ほど RD デザインって言ったんですけど、まあ、RCT よりは信頼度は高くないんですけど、たまたまそういう状況になったというのをとらまえて EBPM のその根拠にするっていうやり方なんですけど、まあ、横浜なんかはその少人数学級の効果を考えるときに、ちょっと具体的な数字は失念しちゃったんですけど、横浜市ではその40人超えるとクラスを新しく作ってもう一クラスにすると、だから40人超えると20人のクラスが2つできるわけですよ。でそのたまたま20人のクラスができたということは、そのたまたまできた学校とたまたま40人ギリギリで大クラスになったところと、まあ、それたまたまなっただけなので、まあ、そこの集団は同質なんですよ。でたまたま20人20人で分かれたところと40人のままの、まあ、だから41人になると分かれちゃうんで、20、21の学校と40人のままの学校の学力の伸び方を見て、でやっぱり少人数学級の方が学力が伸びてたら、まあ、少人数学級の効果あったよねって考えるのが、まあ、RD デザインなんですね。まあ、ちょっといろいろと具体的に説明したんで話が長くなっちゃいましたけども、まあ、EBPM とは何ぞやっていうと、まあ、いわゆるその E の部分が重要で、エビデンスが重要で、そのエビデンスっていうのを単にその抽象的に捉えるんじゃなくて、まあ、よりその学術的に見て信頼性の高いそのエビデンスに基づいて政策を評価をするってことが、まあ、非常に EBPM にとって重要なんだってことと、あとそれはロジックでつなげていかなきゃいけないですよね。 A だから B っていうのをきちんとロジックモデルとして構築した上で、A を行ったから B になるっていう因果関係を今申し上げたようなエビデンスに基づいて測っていくっていう、まあ、そういう、まあ、地道な取り組みこそが私は EBPM の真髄なんじゃないかと思ってます。まあ、今までのだからあれですよね、政策立案の過程の中でいくと、まあ、一番最初に先生おっしゃってたように、まあ、エピソードを語って、ね、うん、感情に訴えかけるというか、それで、うん、あそうだという話になってしまうことが、まあ、比較的多い状態ではあると思うんですけども、うん、まあ、そこからもう一歩先に進んで、統計データで、見ていかなきゃいけないと。ただこの統計データに関しても、まあ、その前提の整理が必要ですよね、うん、ということですね。その統計の確からしさっていうのがどのぐらい有効なのかっていうことを、まあ、ちゃんと評価するっていう、うん、まあ、カルチャーも両方必要で、うん、で、まあ、そもそも統計の分析、一番最初に回帰分析っていうお話されてましたけど、うん、それかけて本当にその統計結果は
明確な差があったのかとかっていうことをやるのもそうですし、その前提の定性的データの比較みたいなものも、まあ、されることが重要ということで、でそれを国政の場で、まあ、検討されていくっていう話になると、これってまあ、この本の中でも、まあ、税調のお話とか書いてありましたけれども、実際どういう感じですか？やっぱり私が EBPM 必要だと思った、はい、まあ、発端の一つがやっぱり政治の場で、ものすごい先ほども申し上げたように、はい、エピソードベースになっていて、まあなんか、まあ、それもわかるんですよ、はい、やっぱり政治家にとって、マイク一本握ってですね、聴衆を魅了するような、はい、まあ、聴衆というかその同僚議員とか、はい、役所がなるほどなってうなるような、まあ、そういうその弁論を展開をするっていうのは、はい、それはやっぱり政治家にとって重要なのは理解をした上で、ただあまりにもですね、やっぱりその、まあ、エピソードベース弁論に寄りすぎてるんじゃないかっていうふうに思ったんですね。で、まあ、政策評価の話で言えば、租税特別措置の、まあ、政策効果っていうのは実はですね、総務省の政策評価局、行政評価局というところが毎年出してるんです。法人税のあれですよね、減税措置ですね、個別の。そうです、はい、法人税とか、まあ、様々な、はい、税の、まあ、特別措置で、まあ、それがどれぐらい政策効果を生み出したのかっていうのを、総務省がやってるんです。で、税制調査会の前に、まあ、その総務省の資料が一応出て、まあ、この租税特別措置があまり意味ないですよとか、改善が必要ですよっていうのは一応提案はしてるんですけど、やっぱり一個だにされないというか、私がすごい印象深かったのは、その地方への拠点移転税制みたいなのがあって、でやっぱり使われないんですよ。で使われないのは、まあ、いくつか理由あるんですけど、で結構そういう詳しい分析を総務省がしてるにもかかわらず、政治の場はどうなったかっていうと、これ東京だけになってるけれども、東京からどっかに移転した時が対象になってて、で大阪も対象になってないと、はい、でもその大阪だってものすごい東京にストロー効果で吸われていて、はい、今移転拠点がむしろなくなってるんだと、はい、だから大阪も加えるべきだっていうふうに、はい、逆にそのうまくいってないのに、はい、対象を広げるべきだみたいな、はい、そういうそのあさっての方向の議論になっちゃって、まあ、そういうのもなんかあんまり政治家の方が、その、まあ、実際にその政策評価なりエビデンスっていうのを重視してないのかなと思ったし、まあ、それは政治家だけじゃなくて、まあ、行政の側もそうで、我々行政改革等の推進本部で、無駄撲滅プロジェクトチーム、これは民主党の事業仕分けが有名ですけど、まあ、元々は事業仕分けは政権転落前の自民党の無駄撲滅プロジェクトチームを、まあ、ある意味はい、のインスパイアで、はい、インスパイアって言われてたけど、まあ、パクってやってもっとまずまずかでまあはい、そうなんです。でも事業仕分けの方が有名になっちゃって、はい、それでまた自民党が政権復帰してから、はい、やってたんですね、はい、無駄撲滅プロジェクトチームって。でこれ民主党政権でいいことも数少ないレガシーがあって、それ一つは行政事業レビューシートっていって、はい、まあ、それぞれ国がやるたくさんの事業の、はい、まあ、インプットアウトプットアウトカムみたいなものをきちんと分かりやすく一枚紙ぐらいにまとめて、で報告するっていう取り組みをやらせたんですよ、当時の民主党政権が。この行政事業レビューって普通の人が見ても分かりやすいですし、あとジャジットっていうサイトを見ると検索も見られるので、ぜひ見てください。ぜひ見てください。非常に分かりやすくていいんですけど、ただね、この形骸化している部分もあって、私がすごい印象に残ったのは、農林水産品のその1兆円輸出目標ってあるじゃないですか、はい、でその1兆円目標に達成をするために農水省が行政事業レビューシートで提示をした施策がですね、はい、海外のレストランに、はい、日本の農産品の、その応援店舗になってもらおうみたいな、はい、でどういうことかっていうと、その例えばフランスのフレンチのレストランで日本食材応援しますよ、まあ、シールかなんか貼るんでしょう、はい、でそうすれば当然そのレストランはその日本食材買うわけじゃないですか。でそういうのをどんどん、まあ、塵も積もれば山となるじゃないけれども、やっていけば
まあ、日本からの農林水産品の輸出が1兆円に達するんじゃないかみたいな、はい、そんな話なんです。はい、だからまあ理屈から言えば、まあ、どんどんね、はい、海外のその店舗が使ってくれれば日本の農産品の輸出は伸びるかもしれないけども、考えてみれば風が吹けば桶屋が儲かるみたいな、まあ、そんな話なんですよ。この因果関係で証明されてるんですよ。そうなんですよ。で、まあ、いろんな他のね、はい、あの1兆円輸出目標に向けて、まあ、権益の話とかいろいろとやってるわけじゃないですか。はい、だからどの政策がどれぐらい寄与して1兆円に到達するのかみたいな、うん、そういうのが全く見えないわけですよ。だからそのものすごいね、ニッチなその日本の食材のサポーターになってもらうっていう制度と、でいきなり目標が1兆円だから、はい、間につなぐものが何も、さっき言ったロジックモデルですね、はい、全然ないんですよ。だから多分お役所としても、まあ、仕事を忙しい中で、はい、なんとかね行政事業レビューシートを作らなきゃいけない、はい、でそこでとりあえず1兆円って、これ政府が政策としてね、あの大きな旗として掲げてるから、とりあえずこれをね、あの書いとけば間違いないだろうっていうんで、あの無理やりこじつけて、なんかやってるんだろうなっていうのが透けて見えるようなのでですね、こういうの結構あるんですね。ちょっとすみません、今怖いことを言ったような気がするんですけれど、霞が関にロジックがないというふうに聞こえてしまったんですが、そうなんですよ、あのそうなんですよっていうか、まあ、あの霞が関の方々もすごく、はい、あの優秀な方々なので、あの別に彼らがロジックで考えてないわけじゃないんですけれども、ただやっぱり、ロジックをきちんと組み立てるほど、まあ、いくつか理由あると思います。まず余裕がない、まあ、疲弊してるっていうのが一つあると思います。あともう一つはやっぱりその日本って、まあ、すごいあのやっぱ感情の無病性っていうのがあって、間違えられないわけですよ。だからそのエビデンスベースにやろうとすればするほど、また違うエビデンスで自分たちのロジックが崩される可能性があるので、あのそこは逆にそのあの明確なエビデンスを出さないっていう方に向かっちゃうんですね。まあ、先ほどあの業界のヒアリングとか誰か偉い人が言ってるっていうのが一番そのエビデンスとして確からしくないんだよっていうふうに言ったんですけど、あの政策決定プロセスでは一番強いんですよ。というのは、あのいやこの偉い人が言ってんですよとか、いや業界に私聞いたんです、はい、聞いてこう言ってんだから間違いないですっていうふうに言われちゃうと、まあ、それ以上突き崩せないんですね。お前嘘ついてる。そうなんです。ただその回帰分析でデータいじくって、はい、で話にすると、いやこういう分析手法をすると、いやこれ別に信頼性高くないよねみたいな、はいはい、そういうふうに突き崩されちゃうんで、まあ、逆にその無病性を基本としている官僚機構でより確からしいエビデンスを出そうとするような、まあ、そのインセンティブがないっていうのが、あのもう一つの理由としてあるのかなと思いますけど、やればやるほどなんか予算減らされそうな感じしますよね。ああまさにそうなんです。いやそれねすごくいいポイントで、あの本来はあのその何ですか、どっちに転ぶか分かんないんですよ。やってみたらあの全然効果なかったって可能性もあるんですね。そうするとこれいらないでしょって言って削られちゃうわけですよ。だからやっぱりそのちゃんとエビデンスを収集して因果関係を分析するっていうインセンティブがないのがまさにあのそのもう一つの理由で、あの環境省の新しい事業とかはエビデンスがないことも含めて調査をするというような、あのそういう画期的なことをようやくやり始めたぐらいなんですけど、やっぱこれまでの役所はねやっぱ削られるのが嫌なんで、そこら辺あの実際にお金と労力をかけてやろうとしなかったっていうのはあるかもしれないです。これやっぱりあの今の政策評価法って自己評価になってるじゃないですか、うんうん、自己評価でやるとやっぱ削られるの嫌だなっていう話になっちゃうと思うんですけど、その外国の場合だと、うん、あの第三者機関みたいなも、うん、要はその政策評価をレビューするところが結構力が強くて、あのそれにちゃんとしたものを出さないと本当に削られちゃうので、ちゃんとしたものを出そうって話になると思うんですけど、うん、日本はあれですか、行政評価局とかあのそういう仕組みって今ワークしてるもんなんですかね。あのそうですね、あの行政評価局はすごく真面目にやってるとは思いますけれども、はい、ただやっぱり役所が言うことを聞くのはそのお金をつけてるところなんですよね、うん、でやっぱりそのまあ、例えば主計局がそれぞれ その予算要望に対して、はい、チェックをかけますと、はい、でまあ、その時にまあ町長発信のやり取りをするわけですよね、うん、でその場で、うん、その、まあ、まさにあの財務省は削るところなので、はい、あのいろいろ情報を出しちゃうと、うん、あその何ですかね、不利益な情報を出しちゃうと、はい、あの削られる方向になってしまうので、うん、やっぱりなかなかそういう議論をしようとしないっていうような、うん、まあ、だから総務省は政策評価は
真面目に一途にやってると思いますけど、ただ役所はそれに縛られるというよりもどうしてもやっぱり財務省主計局の方を見てやってるんで、まあ、日本の政策評価っていうのがその成熟しないっていうのは、まあ、一つ背景としてあるんじゃないかと思います、ね、やっぱりあれですね、その政治が活用していかなきゃいけないですね。そうですね、 あとはまあアメとムチで言えば、やっぱりそのまあ財務省はやっぱりムチばっかりなわけですよ、まあ、隙あれば削るみたいな感じですけど、やっぱりそのアメの部分 の、 その予算査定っていうのは必要じゃないかと思ってて、ここはあの我々強く言ってます。あのアメリカとかだとそのペイフォーサクセスとか、まあ要は成功報酬型のあの予算付けとか、まあ、ティアードグラントって言ってるんですけど、まあ、先ほど申し上げたエビデンスの強度が強いものに多めにあの補助金を割り当てるみたいな、あのそういうあのむしろあの積極的に支援をするようなあの予算査定の仕組みがあるので、まあ、そういうことをやってあげれば、はい、あのむしろやればやるほど、はい、まあ、うまくいけばですよ、はい、あの予算がつくので、まあ、役所もやっとうというあの気になるんじゃないかと思うので、まあ、ここら辺が必要なのかなって私は思ってます。なるほど。で今その、エビデンスベースをで進めようというところでいくと、うん、もう一つ問題が先生の本の中で指摘されていて、エビデンスベースっていう時に、ね、エビデンスを収集したりとか、うん、っていうその統計上の日本の問題があるということなんですけど、うん、その辺いかがですか。うん、そうですね、いやこれもねすごく大きな問題がありまして、あのまあ、一つの問題はあのこのエビデンスベースとにこの政策効果を測るときに、学者の先生方がみんな欲しいっていうのは、パネルデータと言われてるやつですね。例えば学力調査であれば、小倉正信がどういうそのバックグラウンドの人で、この小倉正信が、その小学校1年生2年生3年生うんぬんかんぬん中学高校に上がって、どういう学力のその推移をたどってきたか、まあ、さらに言えば、まあ、その後小倉正信がどこで働いてどれぐらいの所得を稼いだかというような、まあ、一人の人の人生を終えるようなデータがあった方が、まあ、より政策効果が測れるんです。個人情報ですよね。まさに個人情報なんです。 でも日本どうなってるかっていうと、まあ、あの塊なんですよ。で塊で、今年の1年生2年生なんてやっちゃうと、そもそもその集団が違うので比べられないんですよね。だから純粋な政策効果っていうのが測れなくて、このパネル調査が少ないっていうような、まあ、そういうあの、まあ、不満というか、まあ、そういったものはいただいてて、まあ、これ部分的に解決してるのはですよ、これあんまり知られてないんですけども、あの統計のオンサイト施設っていう、まさに渡瀬さんがあの個人情報って言ったように、あの乱れに人に学者であっても教えちゃうと、あのこれは個人情報 の、 その保護との関係で問題になるんで、ちゃんとその統計のオンサイト施設を作って、許可をされた本当に研究調査目的だというような、あの人をそのオンサイト施設に入れて、でその施設の中であの変にデータを流したりとか持ち帰ったりしないように、きちんとモニタリング、それこそ監視カメラみたいにつけて、囚人監視のもとで、小標と言われているまさに個人のデータにアクセスしてもらえるような、まあそういうあの施設をですね、あのいくつかこの数年で作ったんです。これは大きな前進だと思いますが、まあただ北欧とかのと一緒にやってる学者さんから言われると、あのそれでもなおですよ、北欧なんかはもう別にそのオンライン上でそういう公表にもアクセスできるんで、その各国の共同調査とかになると、まあ、日本のデータだけ結局オンサイト施設に行っていろいろ申請をして得なきゃいけないので、まあ、相当その遅れが生じるみたいな話があります、ね。まあ、だからそういうのこそまさにマイナンバーカードとか使ってきちんと本人確認をして、でまあさまざまな保秘義務も課して、その上でオンラインであのそのダウンロードできるみたいな、まあ、仕組みは今後考えられるんじゃないかなと思いますけど、ただ、まあ、そういう実はパネルデータへのアクセスっていうのもあまり知られてないですけれども最近進んでるんですね。まあ、そういったあの政策の有効性を高める統計の改革っていうことは、やっぱり政府の信頼性とかもすごく大事ですよね。うんうん、でその結局、その統計データが揃って、で、まあ、大学の研究者とかいると思うんですけれども、そのよりその政府として政策の改善をしていくって話になると、人材の育成も必要ですよね。いや本当そうなんですよね。あの人材の育成って本当に重要で、あのもちろんその霞が関の中で、ちゃんと育てていかないといけないと思います。で、まあ、私あの公務員制度改革のこともやってるんですけど、まあ、ちゃんとですね、あの政策を分析するためには、
やっぱり学部だけじゃダメで、院に行って例えば経済学の博士号とか取らなきゃいけないと思うんですけれども、例えばですよ、その日本の霞が関で海外留学制度っていうのが当然ありまして、年間140人ぐらい海外で学んでるんですけど、はい、そのうちですね、あの博士号を取ってる人が1人か2人しかいないんですよ。だからね、そのアカデミックに分析できる人いない。それは修士で行かせてるっていうことですか？大体大体修士なんです。大体2年ぐらいで帰ってきますよ。そうなんです、2年ぐらいで帰ってきて、しかも悲しいかな、その日本の大学院に出てすでに修士号を持ってる人も、はい、あの海外でもう一回修士を取り直して帰ってくるみたいなね、はいはい、本来は日本で経済学の修士持ってる人は、はい、あのそれこそ海外の PhD のコース行って、で、ね、はい、で海外の博士号を取ってこなきゃいけないのに、はい、海外で同じ修士号を取ってマスター取って帰ってくるみたいな、あのそういうことが行われているので、まあ、ここはちゃんと霞が関の中で人材育成しなきゃいけないと思います。ただ内部だけに求めてても、はい、あのリソースには限界があるんで、はい、やっぱりその外部 の、 あの学者の方々をあの交えてやらなきゃいけないと思ってて、ここもですね、やっぱ昔はなんちゃら審議会とかあって霞が関にも余裕があったんで、まあそこでその若手学者とたくさんの接点があって、霞が関も学者の使い方がよく分かるようになったし、学者の方もその政策決定プロセスを若いうちから学ぶ機会があったんですけど、残念ながらこの関係も最近崩れつつあるので、まあ、ここもしっかりとそのまあ学者も官僚も若いうちからあの接点が持てるようにならないと、日本の政策立案能力っていうのは落ちちゃうんじゃないかと思ってます、ね。イギリスとかだとやっぱりそういう規制の評価とかをするにあたって、あの各省庁にちゃんと博士号を持ってる人たちを据えて政策評価をできる体制作ってますもんね。そうですね、いや本当そうなんです。あの、まあ、イギリスすごい進んでて、この EBPM で言えばその省庁横断的にあのエコノミストのグループがいて、で採用も別なんですよね。各省が採用するんじゃなくて、そのエコノミストのグループで採用するんですよ、はい、それいいですね。そうそうなんです、で、まあ、当然横同士のつながりがあるんで、例えば日本だとですよ、その政策を評価する担当官を省庁に置いても、その省庁に採用されて、で上司もその省庁の人だったら、その省庁に とって不利益なこと言えないじゃないですか。やっぱりサラリーマンなんで第三者評価なんかできないわけですよ。だから本当はそのイギリスみたいにエコノミストのグループ作って、でそこがまあ各省にいながら、あの独立した立場で評価できるっていうのが、あのそういうのがいいんじゃないかと僕は思ってます。まあ、その人件費は、まあ、非常に安いのに、まあ、国の、ね、100兆円、まあ、特別会計も入れて重複円という200兆円に対してちゃんと精査できるということはお買い得ですよね。いや本当はそうなんですよ損して飛ぶ取れじゃないですけど、長い目で見たらものすごいやっぱり税金を大切に効果的に使うってことになるんですかね。我々シンクタンクは政策の評価を特に経済効果に基づいて、なぜ経済効果かというと、納税者としての意識を、あの国民全体が持ってそれを分かりやすくするためにやるべきだというふうに考えて研究を進めておるんですけれども、そういう時に今霞が関見ると、ほとんどの省庁も幹部があの法学部出身者で、まあ、経済政策法学部の出身の人もできるのかな、まあ、できる人もいるんでしょうけれど、やっぱり専門的なところっていうと、やっぱり政治家の真似事では済まないところが本当の官僚の仕事ですよね。我々としては官僚バッシングをしたいのではなくて、官僚の方々に本来の仕事をやっていただきたいと、そういう仕組み作りをという出身なの。いや本当におっしゃる通りで、あのやっぱりなんかそのイギリス の、 その役人とか見てると、その黒子に徹してますよね、黒子かつ、専門家に徹してます。日本の場合はその役所も、まあ、これ政治家の頼りなさと恋の表裏なんですけど、やっぱり政治 役人自身が表舞台に立って、専門家じゃなくてジェネラリストで、その政治的な根回しもしてるっていうことなので、なんかそこがやっぱりちょっと日本というのは、政治と行政の役割分担というのが非常に曖昧になってるなと思います。一つだけあのエピソードで言うと、あのとあるこの政策評価の大家の方に自民党に来ていただいて説明したときにすごい印象に残ったのは、まあ、今いろいろ議論がある B/C あるじゃないですか、まあ、その公共事業をやれたときに、まあ、費用に対してどれぐらいベネフィットがあるのかということですよね。で例えばそのヨーロッパの場合も B/C やりますと、で B/C やるんだけど、その B/C でまあ当然効果の高いものが上に来ますよね、ずらっとリストが並ぶと、まあ、そこはものすごい客
客観的に数字を算出をすると、うん、ただその出された順に従って、その公共事業を採択する必要はないんだと、うん、まさに B by C が低くても、うん、やっぱり政治的に見てここは必要だっていうのがあれば、あ、低いものも採択するのがこれは政治なんだってことなんですね。で、日本の場合どうなるかっていうと、その B by C 自体はすごい厳格にこう上から採用していくわけですよ。ただ当然政治的な事情もあるわけじゃないですか。そうすると何が起こるかっていうと、 B by C にこう C 的な要素がこう盛り込まれるわけですよ。どうや、まあね、まあ、C はなかなか変えられないですけど、 B って結構いじくれるわけじゃない。どういう前提を置くかによって経済効果って変わってくるんで、だからなんとかこの政治的にやらなきゃいけない事業のね、 B by C を高めるために B をこう膨らませるみたいな、逆になんかその表面に出てくる B by C をその律儀に採用しているがゆえに、水面下にある B by C の算定に C 性が入り込んじゃうっていう皮肉な現象が起きているんで、ここはやっぱり B by C をその役所の側が専門性に基づいてしっかりと算出をしてもらう。ただその出た B by C のどれを選ぶかは、これはもう政治家の政治判断なんだっていうのが、私はやっぱり国民に対する説明としても非常に透明性を持って分かりやすいんじゃないかと思うんですけど、まあ、それができてないんで、やっぱそれはしっかりと変えていかなきゃいけないなと思ってます。ちょっとまた宣伝してよろしいでしょうか。はい、今の話ここでもう詳しく、もう今の、EBPM の E とは何ぞやの肝だと思うんでご説明させていただきますと、まあ、エビデンスをポンとそれだけ見せてこれが証拠だっていうのは本当の証拠じゃなくて、なぜそれが証拠足りうるのかのロジックがものすごい大事だということを、今日の話でもご著書でも強調されてますよね。つまりエビデンスがあって、それが事実に基づいていて科学的な議論であるということが第一。でも計算式に基づいて政策を自動的に決めるんだったら政治家はいらないっていうことをご著書で強調されていて、まさに今のところで、とにかく科学的議論に基づいて経済評価こうなるというのは事実を出すと、でそれで本当にその通りやるか、下の方でも必要だから選ぶんだっていうことを政治家は決めろということですね。科学的な議論と政治判断を両方であって、ところがそう科学的議論と称するものが嘘じゃ困るということですね。役所が無病だと、つまり間違いがないって話になるから最初から盛り込んで絶対政治的に否定されないものを出してくるわけじゃないですか。で役所が無病じゃなくて、まあ、科学的にやってるだけですよと、で先ほど先生おっしゃったように政治の判断でこれを選びましたっていう、責任をちゃんと政治の方に持ってこなきゃいけないってことですよね、役所から。これはやっぱり国民の皆さんも理解しなきゃいけないことですよね。で、お話を先に進められればと思うんですけれども、自治体で、この EBPM すでに取り組まれているところ横浜とかあるということなんですけれども、実際どう思われますか、その自治体の役割という意味で。私はやっぱり自治体の方が非常に国と違って小回りが利くので、まあ、そういう EBPM にしても、まあ、ナッチにしてもですね、非常にまあ、それを実施をする場所としては適してるんじゃないかと思います。横浜ももう財務省に戻ってきちゃいましたけど、津田さんっていうすごい熱心な方が横浜市に出向した時に彼がいろいろ動いてナッチユニットっていうのができましたし、まあ、隣の八王子市もですね、とある民間企業とタッグを組んで非常に面白い、まあ、ナッチの取り組みしてるんですね。例えばがん検診とか、まあ、その行動経済学の観点にのっとってですね、もう単にその毎年がん検診のユニットが検査キットがですね、届くとダメですと。で損失回避性っていうのがあるんですね、人間にはね、損をしたくないっていうのがあって、でメッセージとして、あなたは今回このキットを使って検査をしないと来年からはもらえませんよというふうに言うと、もう来年からもらえないという損失を回避をしようとして、頑張ってがん検診を受けるっていうような、まあ、人間の心理があるんです。でそういうナッチのその知識を使ってやって、まあただやるだけじゃなくて、そういうメッセージを出すキットとそういうメッセージを出さないキットと、まあ、ランダムに振り分けて出して、じゃあどっちが回収率が高かったかっていうのを見た上で、やっぱり損失回避性が出てるよねっていうことで、まあ、そのがん検診のキットの送付を、まあ、次年度からそういうメッセージで出すようになったみたいですね。だからそういうことを八王子市やってて、これ国全体でやろうとするとなかなかやっぱり調整にも時間かかりますし、こんなに身軽にはできないので。
まあ、そういう意味ではあの自治体の場っていうのは非常にいい場なんじゃないかというふうに思いますね。やっぱりその、自治体がいろいろなことを、まあ、先駆的に取り組みをしてで、まあ、実証実験じゃないですけど、うん、まあ、事実上そうなっていくっていう中でいくと、あの規制改革ってすごく大事ですよね、うん、まあ、地方分権とかもそうだと思うんですけれども、うん、その今の日本のまあ状態ですけれども規制に関してはこれはあの総務省の行政評価局が、うん、まあ、しばらく、ずっと統計取り続けていったわけですけど、15年間で大体あの規制の数があの1.5 倍、1万、うん、1万5000ぐらいに今なってると思うんですけれども、うん、これってあの、まあ、どん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 規制が増えているなというのもあるんですが、うん、あの例えばアメリカのトランプ政権だと、新しい規制を1個作るんであればいらない規制を2つ持ってきてくださいと、うん、これはさっきの B/C ベースでっていうようなあのルールを作って自発的にその職員の皆さんが、うん、あ、じゃあこれどうしても必要だからちょっといらないのを2つ持っていこうかなっていうような話にしてたわけですけど、うん、そういうルールを作るとかってどうですか？あの、いや、ものすごくいいと思います。あの、まあ、まさにおっしゃるようにですね、規制の数って実は1万から1万5千ぐらいに増えちゃってるんですね、うん、はい、で当然これほっとくと増えるわけですよ、うん、例えば、まあ、社会の変化に伴って新しい規制の対象って出てくるわけじゃないですか、うん、今で言えばまあ、そのGAFAに代表されるようなデジタルプラットフォーマーのビジネスって、まあ、10年前20年前そんなに社会に大きな影響を与えるほどじゃなかったんで規制の必要性はなかったですけど、まあ、これからは規制をする必要がある、まあ、ドローンとか自動運転ができてくればその規制の必要もあるってことでほっとくと増えていくわけですよ。だからほっとくと増えていく規制に対して意識的にじゃ あ, あのこれまであの使ってない規制は何かということを考えさせて減らすようなルールをビルトインしないと、いや、これはもう本当にあの増えていく一方だと思いますよ。で増えていくと何が大変かっていうと、もうほとんど規制の対象者がいないような規制でも残ればそれはその役所がモニタリングしなきゃいけないわけじゃないですか。大変ですよね。大変なんですよ。だから規制の数が多いってことはやっぱり役所の負担も増えて働き方改革にも逆行するんで、まあ、そういう意味でも私はですね、規制の見直しっていうのは普段にやんなきゃいけないし、まあ、その一あの大きな武器になりうるのがおっしゃったようなあのワンインエックスアウト、まあ、それがワンインワンアウトなのかワンインツーなのかわからないですけれども、必ずそういうルールにするっていうのは私は非常に重要かなと思ってます。あの向こうアメリカのサイト見てた時にすごく面白いなと思ったのは、そのワンインツーアウトの話とかで、うん、まあ、結局、各省庁で新しく作った規制の値段と、うん、あのなくした規制のコストを毎年省別に出してたんですよ、うん、会計記録みたいな感じで、うん、こういうの日本でもできると面白いなという、すごく分かりやすいじゃないですか、国民から見て。でそういうのがあるとあのすごく議論もしやすいかなっていうふうに思ってるんですね、はい、あのそういう意味ではですね、あの規制の定量評価っていうのも、うん、あの実は私もあの口酸っぱく申し上げてて、まあ、ようやくあの業界の、まあ、今度出される規制改革ワーキンググループの、はい、まあ、その行動プランの中に、うん、あのその規制とか行動計画の、はい、コスト&ベネフィットの定量評価というのが項目として入りましたので、うん、あ、まあ、そういう意味では、はい、あの一歩前進かなと思ってます、はい、うん、あと、まあ、最後ですけれども、これやっていくためにやっぱり公務員制度改革が必要だという、はい、ことだと思うんですが、先生、うん、公務員制度改革はどんなところがあのポイントだというふうに思いますか？はい、あの、まあ、なぜ公務員制度改革かというと、はい、まあ、あの非常にあの、まあ、今あの役人が大変な思いをしているわけです、うん、で、まあ、昔からそうだったかもしれませんけども、ただ昔はやっぱりなんだかんだ言っても余裕があって前向きに政策を、考えられる時間があったようですけども、今本当にもう目の前の目の前の対応ばっかりで、やりがいが感じられなくなっていると。一方で長時間労働だけは残っているっていうので、うん、あの規制の数が 1.5 倍になっているってことは単純に考えても仕事 1.5 倍ってことですよね。そうです、はい、でまあ、これ以上は言わないですけども、やっぱり国会自体 の, あの運営のあり方があの大きなボトルネックになっているのはあのこれ間違いないんですね。で、まあ、その結果何が起こっているかというと、まあ、今回のコロナ対応も、まあ、私もやっぱりあのそのなんていうんですかね、歯がゆい思いをしていることがたくさんあるんですけど、やっぱりその役所から見るともう目の前目の前でいろんな問題課題が起きて日々状況が変化をする中で、まあ、そこに対応するだけでもうリソースのほとんどが持っていかれていて、そのもっと戦略的にですよ、これまでの経験を踏まえて
やり方をこう変えていくとか、そういう余力がなくなってですね、まさにあの伸びきったゴム紐みたいな状態に今の行政機構ってなってるんで、それじゃあですよ、コロナだけじゃなくて、まあ、様々なこの緊急対応が行政としてできないんじゃないかと思っていて、まあ、そういう意味でも私はその霞が関の働き方改革、さらには公務員制度改革っていうのは、まあ、これから大変重要なあの論点になり得るというふうに思ってます。あの普通の民間企業だと働き方改革というと、まあ、仕事を減らすってことになると思うんですよ、うんうん、なのでやっぱり規制改革大事ですよね、そういう意味では。そうですね、先ほどお話しあったような形 で EBPM をやっていくと、まあ、そのどの補助金であるとか、うん、どの規制を残すのかっていうのを論理的に話ができるようになるんですか、うん、そうすると仕事すごい楽になるんじゃないかなっていう、最初はきついかもしれないですけど、うん、あのということで、あの働き方改革、行政改革大事ですよね。いや本当そうで、まあその加えてやっぱりエビデンスベースって重要ですね。まあ、あの多分その政策課題の中で、あの大切じゃないものってないと思うんですよ。やっぱり1億数千万人国民がいれば、それぞれ大切にしてるものってあるでしょうし、まあ、一つ一つにやっぱり理屈ってあると思うんですよね。でもそれ全部尊重していたら役所も政府も回らなくなるので、どっかで線引きをして、やっぱりコストベネフィットを考えながら、まあ、より効果的なものに限られたリソースを費やしていかなきゃいけないと思っていて、まあ、そこの共通言語になりうるのがやっぱり私はエビデンスベースとなんじゃないかなというふうに思いますね。そうですよ、みんなあの自分の言ってることが一番正しいっていう人たちがみんな集まる中でコンセンサスどうやって作るかって話ですよね。でそれもやっぱり後ろに支援者とか関係者がいて、はい、その思いも別におかしくはないわけですよね、おかしくはないけど、でも全部こう取り上げたらキリがないので、うん、そこはやっぱりある程度の基準は必要ですよね、はい、そうすると、まあ、そのエビデンスに基づいた、まあ、先ほどちょっと先生お話しされてましたけど、予算改革のあり方っていうのは必要ですよね。そうですね、うん、あの、うん、やっぱりあの先ほど申し上げたように、うん、あのまあ、そういうその階層付き補助金とか、うん、あと成功報酬型の予算付けっていうのは重要ですし、うん、まあ、とかくやっぱり調査っていうのをないがしろに我が国の予算査定っていうのはしてきたんで、ある程度その多額なあの経費を計上しているような事業に関しては、うん、まあ、その一部を調査費に割り当てるみたいな、はい、あのそういうところからちゃんと変えていかなきゃいけないと思いますね、うん、ちゃんとフィジビリティスタディにこう予算つけないとまともなものにならないですよね。そうです、その結果効果ないってなったらね、あの予算だったんだこれって話になっちゃいますね。そうだから調査予算を義務付けるぐらいじゃないと、はいはい、あのね、繰り返しこの場でも話になっているように、うん、その結果効果ないって分かったら、うん、あの怒られるのは彼らですから、ほっとくとやっぱり調査費に振り向けないわけですよ、うん、振り分けないわけですよ、うん、だからそこはやっぱりあの義務付けとかは必要かなと思ってますね。浦和先生いかがですか、ここまで。もうとにかくあの証拠に基づいた、うん、でしかもその証拠がなぜ証拠を足りうるのかの論理、うん、に基づいて議論しよう、事実に基づいて科学的に議論しよう、うん、でもそれは最終的に政治が決めるためなんだっていう、うん、まあ一言で言うと政治家も官僚も仕事がしやすいようになれば国民にとっていいことなんじゃないかなって、うん、ものすごい単純な原理をものすごく緻密に語っていたら、うん、まあ、なんか私専門の宣伝係になります。いや結構かなりあの踏み込んでるので、まあ、人事改革の部分とか霞が関の人事そのものを見直すべきだと。いや何がすごいかって、あの最初に申し上げたんですけど、研究者とか行政の職員の人には書いてる人はいるんですよ、うん、でも国会議員の人がこれだけ政策評価の本を書くっていうのは本当にないので、だからこれはもうすごいと思います。もうあの、はい、花から万人受けは捨ててます。普通ね、あの政治家は自分はこうやって生きてきたみたいな、はい、あのそういう大きな話が多いですけど、はい、あの万人受けしなくてもいいやって。この番組の視聴者の話だよ。いや一番大きな話なんですよ。はい、一番大きな話だからこそ緻密に、あの現場を見てやらなければいけない、はい、という話だと思いました、はい、私は、はい、ありがとうございました、はい、ということでまたあのこの番組を来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。官僚機構に統治能力がなくなっている、シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党だ、官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか、政府に命令されて縛られたがってるんですよ。
本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。